はい、こんにちは、僕です。天地創造やっていきましょう。じゃあね、今回はお城の王様のところに行けばいいのかな。王様というか王女様のところ、これどうやって行くんだっけ。ここで合ってるのかな。メヘリン、なんだお前か、なんだお前かってなんだよ。つねちゃうな、もう。これから一件でしょ。アークは別に何もしなくていいからさ。あ、そうだ、さっきの肖像画はもらってくよ。二人の顔を覚えないとね。メイリンに肖像画を奪われた。本当に平気なのか。まあ何するんだか知らないけど、よろしく頼むぜ。知らない何するんだか知らない。まあ任せてよ。早く行きなよ。メイリンの現実で両親の姿を見せるって話してませんでしたっけ。まあ、任せてよ。まあさあ早く行きなよ。王女の心の病を治す方法を見つけたというのはそなたか。すぐに王様に報告を。そなたが王女の心の病を取り除く方法を見つけたのか。では早速王女の病を取り除いてもらおうではないか。その前にさ、このお城の人が全員寝てしまったことについて何もないんですかね。どうなるんだ。なんだこれは。一体どういうことなのだ。なんだっけ、ストークホルムに来ましたね。エルや。これがお父さんとお母さん。バカな。こんなことがあるわけない。こいつらは何年も前に死んだ。こいつらだけではない。この村の者全員がだ。唯一の生き残りはこの娘、エルだけのはず。そうだ、全員殺したはずだ。どうなさいました、王様。私たちは夢幻。この世のものではありません。私たちは、エルの心の目を覚ますために参りました。それがあなたの望みでしょう。さあエル、心の目を覚ましておくれ。父さんと母さんにあの頃のように元気なお前の声を聞かせておくれ。これで治るんですかね。お父さん、お母さん、私、いやー、エル補助大丈夫ですか。しっかりなさってください。どうやら王女は気分が優れぬ様子。本日の謁見は中止する。お前はしばらく村の宿で待つように。誰かおらぬか、この男をすぐにこの部屋から連れ出すのだ。厄介払いされてしまった。アーク、これで良かったんでしょうか。うまくいったみたいだね。でも様子が変だったね。王様なんか完全に顔が青くなってたし、王女の過去って何があるんだろう。本当にうまくいったのか。俺追い出されちゃったぞ。大丈夫、あとは宿屋で一休みしようよ。僕お腹空いちゃった。気楽だな。アークよ、わしの声が聞こえるか。誰？あ、長老だ。人の世は例えて言うならまだ生まれたばかりの赤子に過ぎぬ。赤子を歩かせ、そして育てるのは天才と呼ばれる人間たちじゃ。お前には彼らの声が聞こえぬか。暗い闇に閉じ込められ救いを求める声が、気高い山を越え南に向かえ。そこには赤子を海へと誘う天才が救いを必要としておる。山を越えて南に向かえ。じいさんの夢、嫌な目覚めだな。確か南に向かえとか言ってたな。単なる夢か、それとも南に向かえ。なんか、あんた外に出るなら気をつけなよ。王様がね、亡くなったんだよ。病気だって話だけど、
誰かが殺したんじゃないかって噂も出ているらしいよ。もう王女の婿選びどころの騒ぎじゃなくなっちまったね。急展開。だってメイリンがこっちで寝てるんだな。むにゃむにゃ、もうそんなに食べられんやんよ。メイリンかわいいな。ワンちゃん、ワンちゃんここで、一緒に一晩過ごしたんですか？南になんか越えられる山なんてありましたっけ？ねえねえ、あんた聞いた？王様がね、死んだんだって。でも実は殺されたらしいわよ。誰が殺したのかしら。王様に不満を持っている人なんか山ほどいるものね。王女様が殺したんじゃない？国王の死により、この町は大きく変わりつつある。発展は指導者次第と言えよ。自由経済の門戸が開かれた時、この町の発展が始まると言えるのである。発展指数 0% なんだ。あれ、この辺の野獣馬、野獣馬じゃなくて何て言うの？あれ、何してるんだ？これからこの国の行く末を決める集会を始めるんです。他の国の方でも参加は自由です。どうぞこの国の歴史の立ち会い人になってください。何でも国の代表を選ぶって話らしいけどさ、王様とどこが違うのかね。王様が死んで、この国には春が訪れたようだよ。でも、エル王女はどうなったのかね。国民の皆さん、ご存知の通り、国民を支配していた国王が亡くなりました。支配する者がいなくなった今、我々の魂は自由であり、何者もその権には侵せません。皆さん、これからは国民が国を動かす時代なのです。私はここに、国民の代表の候補者の一人として名乗りを上げます。もちろん候補者にはどなたでもないことができます。他にどなたかいらっしゃいますか？俺も立候補する。なんだっけ？なんだっけ？名前忘れちゃった。俺は頭は良くないが、この国やこの村が好きだ。何かできることもあるだろう。ありがとう、ルイさん。のんべのルイ。私たちのどちらが代表者となるかは皆さんが決めてくれます。それでは皆さんの意思を問う選挙を行いたいと思います。選挙の準備のためしばらくお時間をいただきたいと思います。皆さんもどちらがいいかよくお考えの上、また後ほどここへお集まりください。僕のばあちゃんはよく言ってたよ。重要な決め事をするときはちゃんと記録を取ってからにした方がいいって。それから専門家の意見を参考にしろってね。私は断然、ジャンに投票するわ。だってリンテリなんだもん。のんべのルイがあんなことを言い出すなんて、以前だったら信じられないよ。そうなんだ。ルイさんのように、この国のことを真剣に考える人がいるだけで、この国の未来は明るいですよ。私は今まで、国王に抑えられていた税金で、設備や機能の整った都市づくりを始めたいんです。そして、今より自由に産業活動ができるようになれば、人々はより豊かな暮らしができるはずです。ジャンの話を聞いたら、これだと思ったのさ。いい国を作る、手伝いをすることで、みんなを幸せにできるなら、こんなにいいことはない。俺は、ジャンとは考えが違う。豊かになっても、心のゆとりがなきゃ何も意味がないじゃねえか。みんなで生活に必要なものを作って、それを分け合うようにしたいんだ。そうすれば、貧富の差も出ないだろう。まあ、この町も良くなっていくのよ。良くなっていくのかな。ジャンって誰だっけ？ジャンってどこの人だっけ？何か変化ありますかね？他の場所も。王様が死んだそうじゃないか。これで少しは世の中変わるかもしれねえな。その選挙は見届けることできるんですかね？後ほどって言ってましたけど、どれぐらい後ほどなんだ？なんだ？何してるのこれ？選挙？投票？これからルワールはどう変わっていくんだろうね。ワクワクしちまうよ。僕のばあちゃんはよく言ってたよ。重要な決め事をするときは、聞いた。それさっき聞いた。いやー、自分の一票がこの国の未来を決めると思うとなかなか緊張するね。あ、もう投票は始まってますよ。掲示板の前に投票箱が置かれています。私は今まで国王に、聞いた。これどっちに投票するか選べるのかな？どっちに投票しよう。ジャンにしよう。ルイにしよう。ルイにしますか。ルイにしよう。よし、ルイにしよう。
よくわからねえおっさんだけど、この国を好きみたいだしな。結果は？結果はわかるのかな？うろうろしてれば結果が出るかな？偉大なる、ルワール国王陛下、アンディ13世が亡くなられた。国民は喪に服すように。盗賊白い風、不敵にも城より逃げ出す。見かけた者は兵に告げよ。こいつ相変わらずだな。何も変化ないですね。王様が死んだらしいね。でも僕には関係ないよ。僕はいつでもどこでも好きな絵を描くことができればそれで幸せなんだ。なんかもう絵の評価もさせてもらえないのかな。失敗してしまったかな。選択間違ってしまったかな。子供は選挙に参加できないんだって。お兄ちゃん、私の代わりにルイに票を入れてきてよ。結局慕われていたんですね、ルイは。この子供にね。白い風はどうなったんですかね。白い風。なんだよお前、誰だ。人の家に勝手に入り込んで失礼じゃないか。白い風がお城から脱走したそうですね。よかった。本当によかった。白い風なんか出てくるのかな、今後も。どうなんだろう。一晩寝てみますか。何か変わればいいんだけどな。メイリンはいつまで寝てるんだ。起きないのかな。このまま二度と起きることはないのか。まだ寝てるよ。まだ寝てる。投票箱なくなってますね。あれ、もう投票は始まってますよ。投票箱なくなってるけど。どっちが当選するんだ。皆さんご協力ありがとうございました。ただいまから集計を行います。今日の集計にはしばらくかかりますので、後ほどここに集まりください。すぐにわかんないんだ。一回お城の様子も見に行きますか。お城入れない？何の用だ。今城の中には何者も通すことはできん。とっとと帰る。お城入れなくなってますね。エル王女に会えないの？エル王女にはもう会えないんでしょうか。ってどうなったんだ。皆さんお待たせいたしました。投票の集計結果を発表させていただきます。私、ジャンには24票。そして、ルイさんには25票。わずか1票の差ではありますが、ルイさんが代表として選ばれました。これはアークの1票の差なんだろうな、多分。どうぞ皆さん、我らの代表、ルイさんに声をかけて差し上げてください。ルイが代表？俺はできる限りのことを頑張っていくつもりだよ。まあ見ていてくれよ。ルイさんならきっといい街を作ってくれますよ。これからルワールはどう変わっていくんだろうね。ワクワクしちまうよ。ジャンじゃないの？そんなの嫌よ。ドキドキするよな。どっちがなってもみんなで決めた代表だ。大いに期待したいね。大いに期待したいね。これでなんか発展指数みたいなの影響ないかな。新しい指導者は非常に保守的な人物と言える。平和と安定が彼の理念である。彼が指導者である限りこの町の発展はありえないと言えるのである。丸。待って、発展しないの？絶対に発展しないってこと？ちょっと変えようかな、じゃあ、こう。変えようかな。じゃんにしよう。よし、じゃんにしよう。いろいろ勉強しているみたいだし、安心して任せそうだよな。OK。どうかな。私、じゃんには25票。そして、ルイさんには24票。わずか1票の差ではありますが、私が代表として選ばれました。しかし、ルイさんには、私の力の及ばない部分を助けていただこうと思います。どうぞ皆さんも、お力添えをお願いいたします。皆さんと町のこれからについて意見を伺っているんです。これからは皆さんの意見が町を作っていくんですからね。正直言ってほっとしてるかな。この町にとっては、これで良かったのかもしれない。よかった。やっぱりジャンよね。ノワールの、ルワールの未来は明るいわ。これでどうかな？これでどうなんでしょうか？革新派のジャンを指導者として選び出したルワールは、今後の発展が非常に期待できる。しかし、ジャンが新しい街の基盤を作るまでは、今しばし時間が必要である。丸。
ちなみにこの町の現在までの発展指数は 20% である。高まりましたね、発展指数。 100% を目指していくのかな。どうなんだろう。ルイが代表者になったら、ルイはもっともっと頑張れたかもしれないのに。すんごいルイのこと心配してるよね、この子ね。そしたらね、できれば芸術家もね、選択をし直したいんだけどな。これからルアールはどうなっていくのかな。王様の後はエル王女が継ぐのかね。結局婿探しの話もどうなったかわからないのに。国王の死によって古い時代は終わりを告げた。民衆による国づくりの始まりだ。志を同じくする者はこれからの国のあり方を語ろうではないか、ジャン。ちょっとジャンの家にもう一回行ってみようか。ここじゃなかった。ここ民家だ、普通の。あれ、いないね。ジャンがいないんだけど。ジャンどこ行ったんだ。いや、まだここにいました。また時間が経ってここに来たらまた何か変化がありますかね。まだ花売ってるの。花なんかいらねえ。もうやだな、アークのエッチ。ひひひひひ。全然起きる気配がないっすね、メイリンね。これもう置いてっていいのかな？置いてっていいのかな？次の目的地はね、南の山を越えて、どこに向かっていけばいいんだろう？今ヨーロッパだから、アフリカの方にまた戻るのかな？ここが通れるようになってるとか。ピレネーの関所。あ、いなくなってるね。兵士がいなくなってる。関所を通りたいのか。勝手に通って構わんぞ。王が亡くなって、ルワールの国はどうなるのかわからん。関所などもう何も意味はない。気が早くないですかね。さすがに。あ、じゃあここからね、この辺って何がある場所だろう。オランダ？ポーランド？何がある？あれら辺ですかね、ここは。なんかいろいろありますけど。リッツの村。新しい町に来ました。スペインの城は、シルバイン城って言ってね、女王が治めていたんだけどね。女王は3人の息子が船の上で死んでしまってから気が触れちまったらしいよ。なんかまた新しい町に来ましたよ。リッツの名物は、新鮮で美味しいイワシだよ。リッツカールトンのリッツですかね。あれ、こいつここにいるの？また会ったな、坊や。俺たちはどうやら気が合うらしいな。ところで坊や、あのルワールの王女様をどこかで見かけなかったか？いや、何？王の死後、王女の姿がルワールの城から消えたらしいんでね。ひょっとして坊やと駆け落ちでもしたんじゃないかと思っていたんでね。王女いなくなったんですか？なんだ、俺が気に入らんか。そうやってすぐに顔に出るところが、まだまだ子供だな、坊や。坊やだからさ。私は隣の国のスペインから逃げ出してきたんです。ひどい話ですよ。突然王宮から怪しい光が放たれ、村は滅んでしまったんです。私は命からがら逃げ出しましたが、妻や子供は、何があったんだ。見かけない顔だね。どこから来たんだい？地下。わははは、面白いことを言うやつだな。そういえば、お前さんみたいなでっかい夢を話す男がよくこの店にも来ていたよ。コロンブスって男でな。見知らぬ大陸を探すんだって言っていたっけな。でっかいホラ話をしにスペインに行ったきり帰ってこないんだかね。ここはスペインというわけじゃないんだ。食事がしたいのかい？この村の名物料理なら何と言っても焼きイワシだね。どうだい、食べてみるかい？食事がしたいのかい？食べてみるかい？食べさせてくれないんだ。そこまで言っといて。ここには行けないの？あんた関所を越えて来なさったんかね。そら大変だったろう。なんでもルワールじゃ国王が殺されたとかで大騒ぎらしいじゃないか。もっと疲れてる人に長話させちゃいけねえな。一晩10ジムでは泊まりなさるのかい？とりあえず泊まっていきますか。あ、じゃあ泊めてもらおうかな。この扉の前にいられると困るんだよな。部屋はこの奥だよ。ゆっくりと休んでくんな。とりあえず整分をして、
ちょっと一旦今回はこの辺でね、終わりにして、続きはまた次回やっていこうかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。ではまた。